コブミカンは、タイ、マレーシア原産の柑橘類の一種である。別名に、スワンギ、ブルット。英語では、カフィアライムとも呼ばれるが、ライムは別種である。香りが良いため東南アジア料理でよく使われ、裏庭の柑木として広く栽培されている。緑色の果実をつけ、枝には、トゲがある。他の多くのミカン族の植物同様に、傭兵部分の左右に、 翼があるが、傭兵部分と傭心部分の大きさの差があまりないため、葉全体が二段になっているように見える。この葉は、強い方向を持ち、煮込み料理用ハーブとして使われる。緑色の実は、そのごつごつとした外観とおよそ4センチメートルほどの小さなサイズが特徴である。鉢上にも向く。日本でも関東異性で、陶器の霜や雪に合わなければ、 屋外で栽培が可能である。東南アジアの各国から生の果実や枝を検疫を受けずに、日本国内に持ち込むことは貿易上禁止されている。コブミカンの各国での名称、ザ・オックスフォード・コンパニオン・ツー・フードでは、カフィア・ライムの故障を避け、マクルード・ライムという故障を支持している。カフィアには、黒人に愛京都を指す、侮辱的な意味があり、 この植物をカフィアライムと呼ぶ明確な理由もないからである。しかしながら、世界的にはカフィアライムという呼称の方が広く使われている。コブみかんの果実用も東南アジア料理ではよく使われる。砂時計のような形状の葉はクルングと呼ばれるペーストのベースとなり、タイ料理、ラオス料理、カンボジア料理で広く使われる。 またインドネシア料理でもポピュラーで、サユールアサム等で使われ、また、インドネシア産、ベイリーフと共に鶏料理、魚料理に使われる。マレー料理やミャンマー料理でも見ることができる。生のまま、あるいは乾燥させて使うが、冷凍保存したものもある。果実の外皮は、レユニオン島やマダガスカル島で、クレオール料理によく使われ、スパイスドラムの香り付けにも使われる。 果汁と果皮はインドネシアの医療で使用される。このため、この果実はインドネシアではジェルクオバットと呼ばれることがある。果皮から取れる油には強い殺虫効果がある。また近年の研究でコブミカンの葉は複素カンアミン類等の変異原物質に対して強い抗変異原性を示すことが明らかになっており、発がんリスクを低減できると考えられている。 ありがとうございます。